まずはマリーンズの先発佐藤、ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。キレのあるボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている鈴木。佐藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。抑えの効いたいいボールですよね。はい、外のストレートがストライク。あっという間にツーストライクです。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは3番浅村。ヒットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャー佐藤、そしてキャッチャーは加藤。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。これはバット出ず三振です。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で2アウトとなっています。4番バッターギッセル。2アウトランナー1塁。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ファーストが構えます。取って3アウトです。2回表に入ります。イーグルスの攻撃。バッターボックスには5番島内。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤。2球目打ちました。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。レフト掴んでワンアウト。バッターは DH 丸も。佐藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。3球目は何で来るか。インコース低めの球。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ボールカウントはワンボールツーストライクです。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは7番に入っている西川。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド、ここはフライになっています。ライト掴んで2アウト。8番バッターはキャッチャー安田。2アウトになっています。初球空振りです。惜しいボールでしたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。変化球空振り。3アウトチェンジ。里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、お互いに理想的な立ち上がりですよね。本当にそうですよね。素晴らしいピッチングが続いています。打ちました。高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。加藤抑えてワンアウト。打順は1番に返ります。バッター茂木。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。打ちました。グラブが届いた。素晴らしいプレーが飛び出しました。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。まあこれは素晴らしいプレーですよね。見事なジャンピングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやー、これはかっこいいですよね。打ちました。取った。一塁アウト。スリーアウトで4回に入っていきます。楽天イーグルス、打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターは浅村。さ、打ちました。中村アウト。ワンアウトです。4番バッターリッセル。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。佐藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。ナイスボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボールツーストライクです。打ちました。中村が掴んでツーアウト。打席には5番バッター島内。
先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。はい、そうですね。ツーアウトになっています。この回の佐藤4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。これもファウル。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。